龍谷大学では来年春の農学部開設に向け食の循環をテーマにしたトークセッションが開催されています。5回目の今回が間もなくこちらで開かれようとしています。農業が大事っていうよりは食の重要性、これはどんな時代になってもやっぱり我々は必ず何かを食べて生きていかなきゃいけないわけですから、食っていうのはある意味で言うと普遍的なテーマだろうというふうに思っています。で、その食というものを根本的に支えるものは何なんだろうかっていう議論をしたときに我々の行き着いた答えが農業だった、農だったということです。今我々は食の循環というキーワードを作っています。文でもなく理でもなく両方の要素を持った方々に集まっていただいて問題解決をしていただく仕組みを作っていきたいな、食と脳を一体化して研究できるようなシステムを作り上げていこうということで、4つの学科の構成を作り上げています。まあ、少なくとも都市住民を巻き込んだ農業生産、それは都市の人自身が自分の食のことを考える、そしてそれをですね、自分の食を支えてくれる農業を考えて、かつその 農業で生活している地域社会というものを支えられる、考えられるというところに今 の日本の大きな問題があるんだって、まあ、こういうものをですね、日本だけではなく世界規模で議論して勉強していく、そういう仕組みを作っていきたいというふうに考えています。今高校生の方々なんかだったらもうこれから本当に60年70年の人生あるわけですけど、その人生の中で社会がどう動いていくんかなというのをぜひ予測していただきたいんです。今のままでいったら普通に考えたら90億人とか100億人の人口を支えること絶対にできません。これは非常に大きな難問があります。かつ環境破壊もせずにですね、健康を維持しながら環境もいい状態で、ずっと末永く人間が生きていく社会を作っていく、これ非常に難しいことです、難問です。でもだからこそ非常に面白いと思いますし、だからこそみんないろんなところがここに知恵を集中して人類が注ぎ込む産業になります。そういう意味で、まあ、本当農業というのを皆さん、ぜひもう農学部に進まれたらですね、そういうことの本当、まあ、リーダーになっていくわけですから、そういうものにぜひ取り組んでいただきたいな、飛び込んでいただきたいなという思いがあります。この農業というものがですね、ちょっと日本の中ではですね、何か産業的に全然何て言いますかね、売上高も少ないし、一次産業がですね、なんかお荷物みたいな形でなんか新聞とかで取り上げられておりますけれども、世界は違うんですね。例えば、フランスですとか欧米、アメリカですとか、そういったところで農業経営者という方は社会的にすごく地位が高いんです。で、この農業経営そのもの、これはですね、自分で全ての意思決定をするんですね。このそういう意思決定をするできる、そのそういったアイデンティティを持っている方を欧米の方はですね、すごく尊敬しています。で、就職とかですね、その産業のどういったところに就職していいですかみたいなランキングもですね、実は農業が高いところに入っていくんですね。で、実は私はまあ今ヤンマという会社に入ってサラリーマンをしておりますけれども、サラリーマンというのが非常に地位が低いんですね、欧米では。ですから、この大学で学んでですね、自分で例えばこの中の何人かがですね、農業経営を、やるんだというようなところにチャレンジする学生さんが増えてくれるのを私は期待しております。農学部に設置されます植物生命科学科など4つの学科を紹介するブースが設けられています。早速お話を伺ってみましょう。こんにちは。こんにちは。こちらはどちらの学科のブースですか？植物生命科学科です。どのようなことを学ぶのでしょうか？例えばここにあるようなデントコーンというトウモロコシです。家畜用のトウモロコシですね。で、これの原種がこちらで、こちらはテオシンテと言います。全然なんですかね、植物の形が違いますよね。でも、この違いはたった1個の遺伝子で決められているということが最近明らかになりました。まあ、このような感じで形の違いとか人の利用の違いがここに反映されるんですけれども、それらが全部遺伝子で決められているということになります。学生に期待することはどんなことでしょう？
農業というのは非常に幅広い学問なので、例えば細胞レベルや細かいミクロな世界を知るだけじゃなくて、それ以外のことも知りながら、こう後半にいろんなことを知りながら、こう一つのことに取り組んでもらうような、そういう二つのことをやってもらいたいなと思います。こちらは島先生、どのような学問になるのでしょうか。ですね、こちら植物の学科なんですけれども、お米とか麦とか大豆の勉強もしていただくんですけれども、それと同時にそれの加工の勉強していただきたいなというふうに思ってまして、そういったことから例えば豆で作った味噌、米で作った味噌、麦で作った味噌っていうふうに、いろんなタイプの発酵食品ができるので、そういったことを勉強していただきたいなというふうに思っています。家庭でも見慣れている発酵食品ですけれども、調べてみると奥深いものが隠れてるんですね。深いですね。もうあまりよくわからないところはいっぱいあるので、これからまだまだ勉強して研究していくところ、そういう分野なんだろうなというふうに思っています。これは一体何なんでしょうか。はい、大豆の根っこです。大豆をはじめとする豆科植物はこういうふうに根っこの上に根粒というんですけども、粒を作りまして、で普段は土壌の中にいる根粒菌というバクテリアをこの中で飼うことができるんです。で根粒菌にエネルギーをやりながら、根粒菌の方は空気中の窒素ガスをアンモニアに変えてくれますので、豆科植物は土壌の中に窒素栄養分がなくてもぐんぐん育つことができるんです。つまり非常に環境に優しい育ち方をしてくれますよね。なんとか私たちはこれを豆科以外の植物にもこの能力を付与したいなと思ってるんですけど、そういう夢のようなことを考えてます。あまりいい例ではないのかもしれませんけども、例えばですね、ジャガイモっていうのはですね、産地ではですね10キロ200円か300円ぐらいで作ってるんですね。それが大阪とか京都のスーパーに並ぶと1キロ200円ぐらいになります。でポテトチップになると、60g が100円ぐらいになるので、加工とか流通にも当然お金はかかるんですけども、農産物を作るよりも加工するとか流通をさせる方が、利益が出るというような構造が出来上がっているわけです。でそういう構造がですね、日本の農業が産業としてですね非常に力をなくしている原因だというふうに思いますので、そのあたりのところをきっかけとしてですね、ポテトチップが並んでいるということですね。はい、農学部というとですね、一般的には理系の学部だというふうに考えられがちなんですけども、実はその文系の知識というものをですね合わせないと、なかなか食と農の問題というのは解決しませんので、文系の方であってもですね、農学部というものに興味を持っていただければなというふうに思っています。こちらは食品栄養学科のブースです。今日はオープンキャンパスということもあって、たくさんの学生が熱心に先生の話を聞いていますね。龍谷大学農学部のここにしかない特徴、特色を教えてください。はい、まず一番我々としてはアピールしたいのは、35年ぶりに新たに農学部を作るというところだというふうに思っています。この10年ぐらいでしょうかね、どちらかというと農学部というのは少しこう衰退をしていく学問領域って言いましょうか、どちらかというとバイオテクノロジーとか生命工学というようなことがこう非常に注目を集めるようになりまして、各大学の農学部がどちらかというとそういう生命工学系の方にどんどん改装していったんですね。で、どちらかというと各大学とも農学部からこう撤収をするという動きが大きな社会の流れだったというふうに思っています。でちょうど6年前に我々この農学部ということを構想を始めたんですけども、やはりそういう流れの中であえてやはり農業というものを正面から取り組む学部を作りたい、ここがまず一番我々としては大きな特徴だというふうに思っています。やっぱり農業というのは一つの学問領域だけではなかなか成立をしない学問だというふうに思っています。ある意味で言えば生命の仕組みを知るということも大事ですし、栽培をする技術も必要ですし、当然その作ったものをうまく体の中に取り入れて健康につなげるということも大事ですし、社会システムとして食料を循環する仕組みを作らなきゃいけないし、そして当然その廃棄物の問題もやはり全体の仕組みとしては完成をさせなきゃいけない。そうするとやはりそこに必要な見識というのはいろんな分野のものが混ざり合ってこないとダメだと思うんですね。ところがやはり大学の仕組みというのはどうしてもこう縦に学問というのを作ってくる、そんな傾向があります。
どこまでその横のつながりを作れるか、それが今回我々がカリキュラムを作っていく中で、あるいは学科構成を考える中で横のつながりというのを大変重要視しまして、そのことを特に今日ご説明したように1年生2年生なるべく早い段階でいろんなものを経験してもらうということにしたいというふうに思っています。理系文系の枠を超えて食というものを流通やエネルギー環境いろいろな側面から多角的に捉えようという龍谷大学農学部、ここがまさにこれからの日本の農学そして食文化の最先端になりそうな、そんな気配で胸がドキドキしてきます。私もこれをきっかけに美容や健康食の安全について改めて考えてみたいと思います。